イエイ、みんなこんばんは。今日は巷のハテナでございましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。どんどん痩せてくんで今日も山盛り食べましたよ、ちょっと逆にこのタイミングに山盛り食べて本番ちょっと太ってたらどうしようって感じなんですけどまあいいか、面白いミュージアムでした。今日すごい面白いところ行ってきました。神戸空港の中のミニチュアミュージアム、神戸エアポートっていうところに行ってきて、田中和也さんだっけ、田中、ちょっと待ってくださいね、ちゃんとした情報を、これだ、待ってよ、こんばんは、ミニチュア、田中達也さんっていう写真家でミニチュア作家で見立て作家さんっていう、こうただのリアルなミニチュアじゃなくて、これってなんか、これってなんか、何これ、ドームに見えるなとか、なんかわかんないけど、そういうのを見立ててからミニチュアで作っていくっていう方の、ミュージアムが常設でねできたんですよ。それを取材してきました。あ、沼沼さん、されてた、ありがとう、ありがとう、カチ。そうで、今日は見て、これ超でかい、超でかい柿、これが6個もしゅうちゃんから届きました。しゅうちゃんパパがね、しゅうちゃんに送った柿のお裾分けです。今回6個綺麗に箱に入って届いたわ。そう、たくさんいただいて、これすっごい甘くて美味しいの、この柿、こう本当に美味しくて、大衆柿だったかな名前で、もう1個すでに家で食べたんだけど、柿はね喉にもいいですし、この季節ね、旬なんで食べていこうと思います。すっごいシャッキシャキで、そう、大衆柿、柔らかいタイプの柿じゃなくて硬いタイプの柿なんだけど、シャッキシャキで、ほんと梨とかリンゴみたいなシャキシャキさなんだけど、めっちゃくちゃ甘くって、めちゃくちゃ柿のね濃い味がする美味しい柿なの。これを食べながらお話ししていこうと思います。で、明日から小屋入りです。今日ね、本来だったら小屋入りなんだけど、私はお仕事でお休みいただいたので、明日から私は小屋入りということで、明日めちゃくちゃ朝早いです。なので今日も、早めに始められたので、この配信を12時半には終わってお家帰って早めに休もうと思います。昨日さ、3時ぐらいに布団に入って3時半ぐらいまでいろいろこうスマホチェックしたりしてて、3時半、4時前には寝て、12時過ぎまで寝てたわ、よく寝ました。ポテサラに合う、ポテサラに合うタイプじゃないと思う。めっちゃくちゃ甘いから、これ砂糖取れるんじゃないみたいな、なんかさ、天才糖とかみたいに、砂糖きびとかみたいに絞ってやら砂糖出てくるんじゃないっていうぐらい甘い、本当に甘い。なんなら前かじったサトウキビより断然甘いあ、クレジルトさん、スーパーチャットありがとう。小入りで明日のルイボスティー飲み、ありがとう。今日もルイボスティー買ってきたよ、ありがとう。じゃあぼちぼち剥きながら食べるか。めっちゃでかいから、この柿ほんとすごい量、柿ピー本当に
柿だから生で食べても当たらない、当たらない、柿だからね、柿じゃなくてね、洗います。でかいでかい、片手に収まらない大きさだよ。食べ応え抜群だぜ。よいしょ。今日もほあのまな板なしでいっちゃいます。あ、カータンさんスーパーチャットありがとうありがとうチャミさんのお顔よりは大きくないか、さすがに。でもでっかくない、柿だよこれ。柿、柿に見えないぐらい大きい。食べます。よいしょ。うわすごい、聞こえるこのシャキシャキ感。もう家で食べたんでね、めちゃくちゃ甘かったんで。そうでっかいよこれ、半分でやっとこの間食べた柿1個分ぐらい。シャキシャキ、柿の色がハロウィンか、確かにすごいわ。よし、でっか。おー、ほらこれ一つがすっごいリンゴみたい、ほんと。どこさんの体重が今日わかんない、どこなんだろう、福岡かな、九州かな。しゅうちゃん九州だからね、しゅうちゃんのパパがね送ってくれたやつだからね。すっごい、割るとなおさら大きさ分かるでしょ、めっちゃでかい。食べ応え抜群だよこれ。食べきれなくてさ、この間一つ半分ずつ食べた。そう、よいしょ、よし。種なし、ね、種なしバージョンとね、種あれば、これちょっと一個種あるのもあるね。種なしだっ柿もあるし、種ありのもあるみたい。1個食べたやつは種なしだった。今日は1つ食べきれそう、わかんない、食べきれなかったら取っとく。すっごい、あ、これほら種、種1つ入ってる、うん。最近早寝してしまってでリアルタイムできなかったけど、今日はちょっと見れそう、ありがとう、無理はされずに。よいしょ、よいしょ、美味しそう、シャリシャリ言ってる、めっちゃ新鮮、うん。こんばんは、岡山に出張してきたんですか、お疲れ様。ビリケンさんにお願いしてきて、ありがとうちゃんと足の裏さすってお願いしたから大丈夫、ありがとうそう、ビリケンさん足の裏さすらないとね。本物のビリケンさんは足の裏すり減ってるからね、さすられすぎて。チャミさんのところに届くフルーツ基本全部特大サイズ、確かに確かにドデカサイズが多い。シャインマスカットもドデカだったからね。よいしょ、大衆柿ホームセンターで苗を探してみる。え、
育てるの？通天閣のビリケンさん触っても大丈夫なの？どうなんだろう。今触れるようになってんのかな。よいしょ。実家の畑に植えます。いいね、できた。めっちゃでかいこれさらに半分ずつでいいわ。ちょっとずつで、ちょっとずつ食べよう。さらに半分ずつに切ったらたくさん食べれてる感じがして、よいしょ、おいしそう。やったね。こんな感じでいく。超大量食べよう食べよう。よし、ではしゅうちゃんありがとう。しゅうちゃん今日は来てないね。食べます。つるつるかめかめいただきます。かきおいしそう。じゃーん。うん、甘い。本当に甘い。本当甘いんだけど。どうやったらこんな甘くなるの？歯がさ痛くなりそうなぐらい甘い。虫歯あったら食べれないぐらい甘い。おいしい。うん、シャキシャキ。おいしい。ビリケンさん触れた。アルコール消毒これでも買ってくだされた。たくさんたっぷりかけられた。おいしい。むっちゃ糖度高い。うん、喉にカッてなるぐらい甘い。水分がたくさん取れていいね。注射器で溶かした砂糖を注入しておきました。ではそのレベル、そのレベルの甘さ。どうやったらこんな甘くできるの？本当に超甘い。すごい。少し熟したら甘くなる柿は多いけど、シャキシャキのまま超甘いのはすごい。なんか説明が書いてあった。なんかリンゴのようなシャキシャキ感ですって。超おいしい。うん、この柿が食べちゃうと本当他の柿が全然甘く感じないぐらい甘い。本当に甘い。こんな甘い柿。うん、ほんと美味しい。うん、ほんとに美味しい。そんな柿をバッチリ入手するしゅうちゃんパパは素晴らしく、すごい。うん、しゅうちゃんのしゅうちゃんのパパは
しゅうちゃんに果物を送るのが趣味なんだってだから美味しい果物見つけて送るんだろうね美味しすぎる。しゅうちゃんパパありがとう、最高。うん、こんな柿ほんと食べたことなかったもん。高い柿だよこれ絶対。ほんと美味しい。うん、美味しい。寒暖差が甘さに重要。そうなんだ、そういう場所で育てられた柿なのかな。うん、鳥に狙われないように大事に育てるんでしょうね。そうなのかな、こうネットとかにかぶせて一個ずつね。なんか今日ここ赤くない？これ何？え、何これ、なんか痛い、痛くはないけど、なんか、え、何これ、なんか痛い気がしたけどあんま痛くなかった。何、あ、ポチってなってる。何これ、やられた、また虫に。あ、なんかやられてるかも何これ、ポチってやられてる。隠そう、とりあえずファンデーションでカバーなんかかゆい、かゆい気がする、痛い気もする、なんかわかんない。ダニ、え、こんなところ、なんかたまでもあるの、この辺とかこの辺とかポチってなるの。スーパーよりもデパートで買う方がいいのかしら、どうなんだろうね。でもなんか農家みたいなあれだったよ、農家みたいな箱だった。うん、超美味しい。帰ってメイク落としたら薬塗って、うん了解、まあ、いつもねちょっとなんかあったらすぐ薬塗るタイプだから安心して。薬にすぐ頼るタイプ私超美味しい。楽天市場に出てるなんとか果樹園のシンデレラ大衆なら1個1,000円。いやでもなんかそのぐらいのレベルかも、どうしよう。そんないい、いい果物だったらどうしよう、お礼しないと。実はしゅうちゃんにお礼を送ってるしゅうちゃんパパからいただいた果物をしゅうちゃんに還元してる。おとといね LINE ギフトでね、しゅうちゃんにもホタテのバター焼き送ったお礼に。産直どうなんだろう、どうなんだろうね。え、でも1個1000円って言われてもう全然納得できるぐらい甘いよ。こんな甘いことあるっていうぐらい、なんか本当に食べたことないぐらい甘いちょっと砂糖入れてるでしょっていうぐらい。うん、美味しい。うん、家に帰ってきたら母が段ボール2杯の柿にまみれてムキムキしてた。残念ながらオール渋柿。あ、干すのかな、干し柿にすんの。
干し柿もすごい食べ物じゃない？渋い柿もさ、なんとかして食べたくってさ、なんとかして食べたくって干してみたらいけたって誰かが発見したわけでしょ。すごすぎる食べ物だ。うん、種はそんな大きくない。いいな、干し柿。干し柿も高いからね、手間かかってるから。先人の知恵の上に私たちの生活がある。いや、ほんとそれ。そんな甘いんですか？あ、いいよ、食べて食べてみて、ほら、はい、どうぞ。いつも言ってるじゃん、取れるなら取っていいよって。ね、食べてみて、みんな、みんな遠慮するから。ご飯作る気力も食べに行く気力もないんで、スーパーでお弁当買おうと言ったら、ちょうど惣菜コーナー半額シール貼ってたので、お寿司買ってきて食べようとしたら、サーモンのネタだけをゴンタに取られてしまいました。どうせならシャリまで食えよ。ワンちゃんかな。確かに お寿司のこの刺身ならワンちゃんも食べれるもんね。こんばんは、こんばんは。家で干すとあんぽ柿みたいにしっとりした干し柿にならないんですよね。チンクシャで真っ黒になっちゃう。へえ、そうなんだ。ちっちゃくなっちゃうの？黒くなっちゃうんだ。鼻がズルズルしてきた。また今日すごい晴れてたからね。夜になるとさ、鼻がズルズルするんだよね。これさ、分かる人いる？夜とか寝る時とかにさ、鼻詰まるよね。鼻詰まりの時期って。昼は全然大丈夫だったのに。取ってから紐でくくって干す手間があるから、あんぽ柿めっちゃ高い。分かる。寒暖差のせいかな。夜寝るときにさ、急にさ、鼻詰まり出してさ、しばらく苦しんで寝られなかったりするんだよ。チャミさん、こんばんは。最近残業続きで本当にヘトヘト。お疲れ様。なんかゆかこさん、基本的になんかいろんな大変、いろんな大変なイメージがあるんだけど。お疲れ様。お仕事が大変なのね。鼻づまり苦しそう。鼻づまり、夜になると鼻づまりがひどくなる。こんばんは、お邪魔します。こんばんは。サクッと天秤薬の、あ、天秤薬買ったんだよ。天秤薬めっちゃ痛いんだよね。これほら、これじゃーん。アレルギー専用天秤薬。鼻づまり、鼻水、花粉、ハウスダストなどによる鼻づまり、鼻水、グッドエイド ALG プラス点鼻薬。これ朝、仕事も今日巷の果てだし、今後さ、これから舞台もあって鼻ズルズルしてられないからさ、朝さ、シュッてやったらさ、ツァーってなって、痛すぎて目の裏まで響くんだけど。何これ、怖すぎて。もうまだやってない2回目。2回目までやってない。これ何、このツーンってするの。痛いんですね。そう、刺激強いのかしら。そうかも。なんかこのツーンってしてさ、鼻水出そう。買いました、点鼻薬を。美味しい。まだまだある。
ツンとするのはわさびですね。わさび入り？それはわかる。その刺激で鼻水余計出そうなるよね。その後スッてするんだけどさ、怖すぎ。でもこれ苦いタイプじゃなかった。私結構点鼻薬苦手なのがね、ツンってするのと苦いのが降りてくるからすごい嫌だったんだけど、なんかちょっと甘かった。これはあんま苦くなかった。痛いのは効いてる証拠だと言い聞かせがち。わかる、うん、喉塗るスプレー、喉塗るスプレーって効く？鼻詰まりとかにも効くの？鼻と喉つながってるからね。でも確かに今日はこれで多分昼間全然鼻詰まらなくて、昼は基本あんまり鼻詰まらないんだけどね。でもこれのおかげだと思う。でスッとしてたから多分あの巷の果てでも全然鼻声じゃなく、今もねそんなに鼻声じゃないけど、今ちょっとズルズルしてきたからまた鼻声になっちゃうかも。体に悪くはないけど毛細血管に作用して速やかに腫れを引かせる作用があるからツンとする。時間を置かずに連続に使用すると逆に腫れる。あ、それだけ作用するってことなんだ、効くってことなんだ。でもこれ私朝一回、昼か、昼に一回シュッてやっただけだから今やってもいいってこと？でも今やるより今はちょっとぐらいの鼻づまりは我慢しといて寝る前にやった方がいいか。そしたらツーンってするけど、そのツーンを乗り越えれば気持ちよく寝られる。でまた明日舞台場当たりの前にしてツーンってしながら場当たりしてしたらいい、うん、全然鼻声じゃなかったでしょ。これのおかげだと思う。ちょっとさ、これなくしたら、なくしたらとか持って帰るの忘れたら嫌だから入れとこう。そうしよう、寝る前がいい。今はなんかここをねこうやって広げながらちょっと待って、柿が柿が甘いのがここをねこうやりながら鼻で息するのもいいらしいよ。ゆらさんからいただいた空気清浄機稼働してる、してる。そろそろフィルター掃除しなきゃ。柿って英語にない。へえ、日本の食べ物なんだ。じゃあ、今飲んでる漢方の薬がめっちゃくちゃまずい。あ、そうなんだ。漢方って基本まずいからね。私は今日は鼻の中が乾燥しすぎて鼻息するとツンツンしてた。あるある、乾燥しすぎてさツンツンするのある。うん、コロナ全然ないのでビクビクするする、わかる。心配になってさ、すぐ私あの抗原検査とかしちゃうけど大丈夫だった今のところ、うん、喉おかしかった。今なんか普通に風邪も流行ってるし、あと乾燥もすごいし寒暖差もひどいし、私のように花粉でおかしくなる人もいるからもうわけわかんないよね。え、柿ってパーシモンっていうの？パーシモンっていうんだって。学名に柿って入ってる。へえ、ちょっと一回鼻かんどくか。ちょっと待ってて。
あー根こそぎ根こそぎったわまた。あーすごかった、目の後ろな、目飛び出、なんか目が鼻から出そうだったあ、小口使いだしさん、スーパーチャットありがとう。久々に南野陽子さんの歌を聞いた。へえ、可愛いよね南野陽子さんって。ありがとう根こそぎだった。うん、すっきり美味しい。飲んでる漢方薬、粒が大きくて口に残ると余計に苦く、ある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 、ジャリジャリするやつね、一回で飲み込みのやつ。目が鼻からやだいや、目つぶってフンって鼻かむと目が鼻から出てきそうになるえ、なんてなんてなんて読むのこれ。小生流湯漢方、鼻に効く、ドラッグストアで買える。一応耳鼻科の薬を飲んでるので鼻の、うん、多分乗り切れる。漢方苦い、漢方苦いね、療薬口に逃がしだから。パーシモンは柿ですが、ジャパニーズパーシモンと分けて表現する。アメリカンパーシモンは実が小さくてまずい。へえ、アメリカにも柿ってあるんだ。小生流湯、へえ。こんばんは柿だ。こんばんは柿です。おいしすぎます。柿おいしい、うん。超甘い、超食べてるのにまだある。ちょっとお腹いっぱいになってきちゃった、うん。こんばんは、柿を共有しました。自分も今食べてます。食べてる柿、美味しすぎ、うん。くしゃみとか鼻かむ時もパワフルなせいか関節ゆるいからあだっきゅうしがちちょっと待ってうん、鼻かむときに脱臼するほどふんってかむの、そりゃすごい。パーシモンはゴルフクラブのヘッド、何それ。なんで子供の薬は甘くて飲みやすいやつが多いのに大人のは苦くてまずいのかね。それね、大人もいちご味のシロップ出してくれんかね。それね、なんでなんだろう、うん。確かに私昔さ、あの子供の時の風邪薬のさ、なんかオレンジ色のシロップ超好きでさ、もう一杯飲ませろって泣いてたらしい子供の時。鼻を噛んだら頭蓋骨出てくる勢いってことか、うん、それぐらいの勢い、脱臼するほどの。くしゃみすると脇腹つる時ある。年なんかな、どうなんだろう、脇腹つる。でもくしゃみってさ、あれじゃん、横隔膜を多分すごい勢いでギュンと押し上げてることだから、脇腹つるのも気持ちもわかるな。大人は我慢して飲まなきゃいけない。子供と同じように甘いのにしたいね。シロップ美味しすぎ。
大人でもブロンってありましたね。結構咳止めシロップ好き味美味しい。海源の咳止めシロップ全然止まんないけどね。くしゃみでぎっくり腰する人もいる。あのさ、花粉症でくしゃみばっかり出ちゃうタイプの花粉症の人は肋骨折れたりもするらしいから、疲労骨折、うん、気をつけなきゃいけない。鼻づまりとか目がかゆい時とか時折頭をガシャって外して丸ごと洗濯したくなる。今鼻がそう。最近ゴールドキウイフルーツにハマって食べてる。へえ、甘いんだ。私キウイがさ、ちょっと多分若干アレルギーなんだと思うんだ。キウイあんまり感じたことないけど、ちょっとピリピリしすぎて食べれなかったんだよね。それから食べてないんだキウイ。あ、えーちゃんスープゲットありがとう。ちまたのハテナの中継お疲れ様でした。見立ての世界面白かったですね。面白かった、すごい。そう、いろいろ見たけど面白かった。あそこのエリア以外の場所にも、神戸空港のところになんかフリースペースみたいな、ちょっと休憩スペースみたいなところがあるんだけど、そこら辺にも飾ってあったわ、いろいろと。バームクーヘンをなんか虹に見立てたりとか確か プロンの味ってなんかの果物っぽい。あー、そうなんかな。ブロンシロップは用法用量守らない悪い子がいる。あー、飲んじゃうんだ、いっぱい。薬が甘いと飲みすぎちゃう。あー、あんま良くないもんね薬。あ、ちょっとやばいやばい、鼻がさどんどん詰まってきた。さっきまで大丈夫だったのに。肉を柔らかくするからキウイ、怖いくしゃみした時脇腹つると中途半端な感じですごいモヤモヤする。あ、全然あれできらない感じ。あ、ちょっとやばいよ肌が。なんでなんで急に。くしゃみでぎっくり腰してからくしゃみは 3,4 回に小分けして出してる。あ、小分けにして出してる人いるいる。連発ね、小さめのくしゃみを連発タイプね。おいしい、甘い。くしゃみでぎっくり腰になったことある？みんなそんなくしゃみでぎっくり腰になったことある人いるんだ。根こそぎ行ったところ、根こそぎ行ったのに速攻製造されてるんだけど鼻水が。こんなさ、どこからこんなに大量のさ鼻水がこんなハイペースで出てくるんだろうっていうぐらいさ出てこない？鼻詰まってる時って何なの？ほどほどに切り上げててください。うん、今日も12時半で終わります。スナックはやはりなしでね。干し柿、缶が干し、あ、缶が柿だもんね。おいしい。一度出始めると止まらない。ね、くしゃみね。くしゃみはでも今日 3,4 回ぐらいしか出なかったな。やっぱすぐ鼻水。今年の花粉は鼻水なのかも。鼻腔を薬品で焼いてもらう治療、怖そう、痛そう。あの鼻血出やすい人とかが焼くとか言うよね、怖い。
どこに鼻水溜まってるのかと思う。どっから製造されるんだろう、鼻水って。落ち着いたらまたスナックアイハルでカラオケするするするよ。もちろんカラオケに飢えてるから。鼻水どこから出るって本当にそう思うね。耳鼻科で鼻洗浄してもらうと気持ちいい。へえ、痛そうだけど大丈夫なの。ビビットの服かわいい、ありがとう。これはこの服です。今月のカレンダーです。チェッチェギくしゃみ。へえ、チェッチェギっていうのくしゃみかわいい。くしゃみ止まらないくらい出したい。最大でも2回で止まるからいつも不完全でいいでしょ。くしゃーんって出したい。今日仕事で重い荷物を鎖骨のところで受け止めて呼吸するだけで痛いから、なる痛いね。しゃみさん、皆さんこんばんは。こんばんは。鼻洗浄とか鼻うがいとか痛そうすぎて怖くできない。私うまくできなくってさ。鼻血が止まらず鼻の血管焼いてもらったことあるけど、目が飛び出るほど痛かった。痛すぎ。あ、思い出しちゃった。今日めっちゃ面白いことがあったんだ。今日めちゃくちゃ面白いことがあってさ、今急に思い出した。そうだ、これ話そう話そうと思って、私あの散々あの今日帰りの6バスで散々話したから満足しちゃって忘れてた。あのね、今日神戸空港でね、あの帰りまあ、お疲れ様でしたってなって、そっから降りて駐車場のねロケバスに乗るんだけど、その時にトイレ行こうと思って、ちょっとお手洗いってきますって言って、皆さんはもうロケバスの方に戻られて、私が一人でトイレに行ったんですよ。でそこからトイレ行きました。でそっから一人でなんかエスカレーターに一つ降りて、駐車場なの、出口なの。でエスカレーター降りるときに、小さめのエスカレーターが2つこう並んでて、こっちは上りでこっちが下り、こういう状態で、私は上から降りたので、そしたら下からあのなんかちょっとね小さめで体が細いおばさまがこう下からこう上がってきて、いっぱい荷物持ってるおばさまがね、なんかイケアのでっかい袋になんかいろいろ入れて、もう一つカバン持ってみたいな、でこっちでキャリー持ってみたいなおばちゃんがね、下から上がってきたので、ちょうど私とすれ違う時に、すれ違う瞬間にガサ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 って言って、えっって横見たらめちゃくちゃキャリーバッグ下まで落としてて、であーってなってて、おばちゃんが手バーンって離して、あーってなってキャリーを取りに下に下がったわけで、下に下がろうとしてるわけでも、エスカレーターだからさ、上に上がってるわけじゃん、エスカレーターが。だからずーっとこの辺でずっとこういう状況になってるわけで、私が慌てて下降りてキャリーケース持って上に上がって渡したら、そのあーってなってる間に、その手を離した荷物が全部上に到着してて、あ、荷物到着して大丈夫ですかって言って、ありがとうございますって言ったっていう話で、一緒に上上がって降りた、すごい。誰も人がね、その私たち以外いなかったからさ、面白いですんだけど、結構危なかったね。
おばちゃんがランニングマシン状態になってた。お荷物だけめっちゃ到着してると思って笑っちゃった、うん、すいませんって。なんかそのすごくあの物静かなおばさまだったから、すいませんありがとうってシュンってしてたから、私もなんか笑うに笑えなくてスンってしてた。下に人がいたら危なかった。そう、人が下にいなかったから笑い話。ランニングおばさまだった、うん、エスカレーターでムーンウォークしてた。そう、なんか持って上がるんでそのまま上行っちゃってくださいとか言えたらよかったんだけど、パニクりすぎてさ、うわーうわーって持ってった子が花、ムルが水、コンムル、あ、鼻水って一緒なんだ、パターンは。一度落ち始めると止められないから危ない。そう、もうガラ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 バーンみたいな感じで下に落ちてたわ。キャリーケース落とされてガツンとされたことあるから、あれはなかなかよくね、ちゃんと持っとかないとね。配信やってたんですね。毎日やってるよ、うん、私も上りエスカレーター途中でキャリー下へゴロゴロ落としたことあります。下の方が拾ってくださってよかった、うん、中身は無事だったのかな、わかんない。もう渡してパニックって渡して、おばちゃんもシュンってしてるから何も言えずにそのままもう一回降りた。今日も美しい、ありがとう。事故にはならなかったからよかった。そう、事故にならなかったからめちゃくちゃ面白かった話。その中腹、エスカレーターの中腹でランニングマシン状態になってるおばちゃんに向かってキャリーケース届けたの、ちょっと面白かった。世のお兄さんやお姉さんは車運転してても逆走とかやりがち。あ、逆走危ないね、それはね、うん、おいしい。なんだかんだ言ってあとちょっとだ。この人はあれなんだよね、スパムじゃないんだよね、うん、見犬のむまんりよいえぽよ、なんて言ってる。チャミさんは珍事遭遇率高いですね。いや本当にそれ、うん、柿美味しそう、美味しい。大阪でエスカレーター乗ったら後ろから関西では右に寄るんですよとヒョウ柄のおばちゃんに注意された。へえ、関東は左に寄る、うん、そうわかる。私も関東で右に寄っちゃうときあるもん。なんで関西と関東で違うんだろうね。おいしい。
ーパーで買って荷物を乗せたカートを一番上からまんまと落とした人見た。うお下に誰もいなかったけどすごい音で店内が一瞬リズ、それは大変だったね。ポートアイランドと直結してる、ポートアイランドと直結してるか分かんないけど、ポートポモノレールみたいなやつ、偉人はとっても綺麗になってる。カムサハムニダー、ありがとう。エスカレーターは本来止まるもんだから一応今注意喚起はしてるんだろうけど、うん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 、本当は真ん中に立つってね。最近は大阪行く機会が多かったから、この間久しぶりに東京行ったらどっちが分からなくて混乱して、分かるその気持ち。なんででしょう、大阪で後ろから怒鳴られたことがちょっとエスカレーターに関して怒鳴られたんだ、怖いね。大阪万博がきっかけ。そうなんだ。田舎は左右どちらでもない、止まって乗ってください。田舎もどこも本当は止まって乗らなきゃいけないんだけどね。ポートライナー、そうそう、ポートライナー、なんとか北海なんとか市の人ですね。え、どういうこと？この今めちゃくちゃ書いてくださってるハングル書いてくださってる方？あー、チョヌンオルマニエイル、イルマ、イルボニエヨ。オルマニエヨじゃないわ。チョヌンイルボニエヨ。何歳ですか？永遠の30歳ってなんて言うの？韓国語で。京都駅の伊勢丹のエスカレーターは右派と左派が入り乱れてる。へえ。チミさんの CD 買ってくださった方がいる。へえ、ありがとう。嬉しい。モノレール乗りたい、一回も乗ったことない。モノレールってなんか不思議、空飛んでるみたいに見えて楽しい。最後の一切れ。チミさん、皆さんこんばんは、お疲れ様です。こんばんは。京阪とか乗ってて京都に入った瞬間左になる。へえ、何なんだろうねそれね。巷のハテナの時はサロペットがほぼ制服。巷のハテナっていうかリポーターの時は大体これテレビの兵庫発信でもそうだし、スマタンでもそう、なんかキャラにしちゃってる。うん、まあ、最近ちょっと違う服を着ることもあるんだけど、なんかなんか元気だし、元気な感じするし、子供にも受けそうだし、動きやすいから。たまに違う服着るけど。そのサイズ1個完食か、かなり満足だけど、もう結構お腹いっぱいだもん、超満足度高い。韓国にも永遠の30歳アイドルがいるのかな、どうだろう、友達になれそう。マリオのイメージ、
蝶ネクタイは外そう。蝶ネクタイもは巷のハテナの制服みたいな感じ、たまに忘れる。キボイがエスカレーターで貧血を起こして下の段の人に倒れかかって危なかったから、なるべくじっと乗ろうとしてる。ああなるほどね。チャミさん今日どんな一日でしたか？私は恩師のバレエのレッスンやってきたんですけど、腰が痛くてジャンプができませんでした。今日は基本的に巷のハテナってテレビの仕事で、楽しかった。チャミさんお洋服何でも似合う、ありがとう。鎌倉のモノレール乗ったけどめっちゃ怖かった。え、そうなんだ。鎌倉のモノレール高いの？4を何3、4を何3、10ってなんていうの？サルチャミさんが着るオーバーオール可愛いけど、私が着たらでっかいミニオイラル。映像かな、可愛いよみんな、オーバーオールは。今帰ってきた、おかえり。黄色い服着たらねミニオンだね。4をが永遠ってこと、そうなのかな。冬になるとひたすら防寒になるから今のうち。そうだね、もう寒い、寒くなったらもう上着着まくってね、オーバーオールも何も見えなくなるからね。チャミさんに可愛いって言ってもらえならオーバーオールポチろうかしら。いいじゃん、可愛いじゃん。オーバーオール好感度高い。サムシップ、サムが3でシップが、あ、もうそこに入れてくれてんだ、ありがとう。4をナム、4をナンサムシップサル。へえ、ありがとう。寒くなってくると外ロケ少なくなる。どうだろう、今年はね夏もそんなに外ロケなかったからね。冬は外ロケがない方がいいけど、逆にちょっとコロナが落ち着いたからレジャースポットとかになってくるともうずっと外ロケかな、冬でも。またあれやりたいけどね、自分じゃ行かないスキーとか。それでも仕事じゃなかったら行かないスキー。セブンのキュウリの一本漬け食べた、美味しいよね、美味しい。もうそろそろなくなっちゃうかな、今年もキュウリの一本漬け。うん、雪の中ドレスで歌ったこともあった。2メートル、3メートル積もってる雪の上でね。
ミネーションとかありそうかな。冬のイルミネーション、あーイルミネーション紅葉が先かな。紅葉行ってイルミネーションって感じかな。イメージ的にはどうだろう。スケートはやりたい、スケートやりたい。去年あの骨折したせいで骨折した次の日だったかなの巷のハテナでタージンさんが代わりに行ってくださったんだけど、タージンさんスケートできないから全然滑れなかったらしくって。今年忘年会あるのかな。あーなさそう。私界隈はなさそうだな。こっち界隈はあってもあれかな、3人とか4人とかこう巷の果ての中継チームとかこう小さい人数でのはあるかな。ちょっと鼻かむわ。鼻声が止まらない。うん、じゃあまた根こそぎ行きます。少々お待ちください。根こそぎいけてない気がするまだ出そう。大丈夫、苦しそう。鼻がどんどん詰まっていく。でも今点鼻薬したら寝る前できなかったら嫌だから我慢する。寝る前にツーンって刺して寝るから。今年ソフトクリームにハマってた。そう、ソフトクリーム、金のアイスにハマってた今年は。うん、モンブラン味のピノがあるの美味しそう。こんばんは。あ、日本シリーズまだやってるんだ、すごいね。オリックスバッファローズが勝った。へえ、ありがとう。カーリングやったことない。カーリング面白そう。やってみたい。私も今日鼻詰まり。今日天気が良かったからさ、で結構外にいたから私。一日何回までとか何時間開けるとか説明書に書かれてませんか？書いてあると思う。今日も鼻声ちゃみさんですかね。ちょっとねこれ配信が始まるときは全然鼻声じゃなかった。てかむしろ始まるまでは全然大丈夫だから今日調子いいわと思ってたの。どんどん鼻声になってきちゃう。どんどん鼻声になってきちゃう。いた。寝るときなんだよねいつも。咳とかもそうじゃない？寝るときにね。寝る前に急に鼻詰まってきたりさ、咳が出やすくなってたりするんだよ。これなんでなんだろうね。ぜひ軽井沢へ。カーリングできるの軽井沢って。へえ。夜になるとなのかな、寒暖差なのかな。寝るとき鼻詰まる。そう、寝るときになってそこまで全然詰まってないからすやって寝ようとするのに鼻が詰まって寝られなくなる。布団に入って暖かくなるとね、くしゃみも出る。飲み薬ではないから3時間程度開ければ問題ない。そうなのかな。今のチャミさんそれちょっと今で、え、なんでこれ鼻水が止まらない。もう一発いくか。ちょっと待ってて。
どうだ。あ、ちょっとすっきりしたかも。今日の花さんが我慢してた分今来てる。そうかも、うん、鼻水が止まらない、止まらない。大丈夫大丈夫。布団に入ってるホコリとか、布団、あ、そうなのかね、やっぱり布団のホコリとかでもやられてるのかな。しょうがないよね、布団はもう 100% ホコリが出るもんだからね。片方詰まっても眠れないのよ。両方詰まった時は地獄地獄地獄。両方詰まった時くずなる、息できなくて。なるなる。寝る時鼻詰まるのある、あるよね。詰まってない方を下にしてゴロゴロしてるといつの間にか寝てる。へえ、あ、そういう作戦。口が冷気すると喉が痛くなる。そうなの、マスクして寝るしかないよ、もうこの季節は。ご飯食べてる時に横向いたりせず正面向いたまま鼻かむの勘弁してほしい。そういう人いるの。鼻炎薬もある。飲んでるんだけどね。うん、飲んでるんですけどね。だから昼間は大丈夫なんだけどね、ほんと。朝喉痛くなる、口開けて寝ると。そうそう、鼻詰まってね、口開けて寝るとさ、カラカラになって目覚めるから。まあ明日から小襟なんでね、ちょっと薬に頼って。私の田舎にあるブラックモンブランというアイスができました。その商品はズバリブラックモンブランがカレーになりました。へー、ブラックモンブランっていうアイスって前からないっけ。ブラックモンブランがカレーになったんだ。へー、鼻汁より鼻と顎の皮むけが深い。へえ、皮むけちゃう。そうかといってマスクすると息苦しい。もういろいろ不調だね。なかなかね、この季節はね、季節の変わり目っていうのもあるし、寒暖差とか花粉もあるし。今週土曜日、全国障害者スポーツ大会フライングディスク大会あります。頑張ります、応援よろしくお願いします。頑張れ頑張れ。フライングディスク、フライングディスクってさ、ワンちゃんが投げてさ、パクって加える、あれ、あのフリスビー。すごい。チャミさんの劇団なんちゃらは YouTube ライブ配信するんですよね。あ、 YouTube ライブ配信かどうかわからないんですけど、配信チケットを販売します。はい、ぜひ見に来てね。配信チケットは3500円で販売しております。もうちょっとしたら説明欄に書きます。はい、ぜひ。で、そのチケット、配信チケットを購入の際はぜひ応援している役者さんっていうところにね、あやはねまやの項目が多分あると思うので、そこ選択していただけると嬉しいです。あやくりさん、サポチャットありがとう。喉とか体調良くなりますように、あったかい蜂蜜レモンとかルイボスティーとかどうぞ。ありがとう、ありがとうね。
まあ喉も体調もなんともないんですけど、鼻が、そう、鼻がね。ありがとう。生配信お疲れ様です。お疲れ様、ありがとう。こんばんは、うん、ワンちゃんは投げません。確かにワンちゃんに投げてパクってパクって加えるやつ。フライングディスクの大会って何するんだろう。距離を競うのかな、砲丸投げみたいに。おひねりありがとう。配信チケットはポチッとしない、ポチッとなしないとですね。よろしくお願いします。もうちょっとしたらね、案内します。鼻が詰まって息苦しくなるとすごく体力消耗した気がする。わかる、息って大事。いつも無意識に息してるんだなと思う。いつも飲んでるお茶でも温めて飲むとほっこりして落ち着きます。温めて飲むと、私ちょっと温かい飲み物があんまり得意じゃないんで、ほとんど冬も冷たいの飲んでるけどね。ちゃみさん経由の配信チケットの購入探してた。もうちょっと、いや、あるんですよ。あの、いや、私経由はないけど、買う際に、もう下書き保存は多分してる。あ、こっちはしてないわ。購入する際に洗濯欄がくしゃみ出る。はっどっこいどっこいしょ。あるんですよ、多分。どこかに。なにこれ。あ、待ってね。あれ、どっかにあるの。ちょっと待って、どこ。だいぶ多分配信チケットに関してはみんな公演終わってから宣伝しようとしてるからこっそりだね。あった、これ。はひめこアーカイブ配信予約受付中。10月10日、チケットピアで売ってますね。11月10日木曜日の12時から14日の23時59分まで配信、あのいつでも何回でも見られるチケットが3500円です。そう、多分これまだ誰も宣伝してない。あ、またくしゃみ出たせいで鼻水が、うん、朝じゃなくても喉の奥乾きすぎて目が覚ます時ある。あーね、つらいね、うん。あ、どっこい、ありがとう。みんな、ちょっと私は逆に冷たい飲み物が苦手。あ、そうなんだ、うん。私もくしゃみするときどっこい行ってもいいですかね。言って言って、距離と 10枚中何枚入るかの競技。へー、あ、その的みたいなのがあるんだ、面白そう。荷物持つときはよっこい小一、くしゃみのときはどっこい小吉なんですよね。私くしゃみのときはどっこいしか言わないけど、そうなんだ。チケットピアノ配信クロワークで受け取りだわ。何それ、
おやすみ、おやすみ。寝る人はおやすみなさい。どの回が配信になるか楽しみですね。どの回が配信になるんだっけな。なんかカメラが入る回があって、その回を編集したものだと思うんですけどね。休む方は休みなさい。おやすみ。ちょっとした衝撃で顎が外れちゃう癖がある。肩か、間違えた、顎じゃない、肩が外れちゃう癖がある。あらまあ、なんか癖になるって言うもんね。なんか肩外れたりするのって。今日はいっぱい寝たんだけど眠たいな。でも鼻が詰まってるからツーンとする点鼻薬して寝なきゃ。点鼻薬は癖になる。点鼻薬は癖にならないようにたまにしかしない。ピアは配信チケット買っただけでは視聴できず、クロークに入った後でやっと見る。あ、そういう方法なんだね。うん。11月30日から阪急梅田ホームでベルバラ原画展やる。へえ。ベルバラ原画展なんだ。ベルバラ展がなんか来るって聞いたけど、それはまた別場所。かわいい、ありがとう。もう鼻づまりで、もう鼻づまりのことしか考えられない今。オスカルの姿。怒られそうだからできないかも。ズビズビだよ。今日めっちゃ乾燥してるから夜間でお湯沸かしてた方がいいわ。ちょっと加湿がいるね、加湿が、ね、配信はリアタイで見れるのではなくて後日ですもんね。そうそうそう、アーカイブ配信だからね。原画展で間違いない。そうなんだ、50周年すごい。へえ、面白そう。原画展楽しみ。併設カフェのオスカルパフェが超おしゃれで美味しかった。へえ、行ってみたい。出るとき鼻詰まるのつらい、つらい、それは回避したい。ズビズビといえば充電させてもらえませんか。もうズビズビが流れてる。何それ何それ。ベルバラ、オスカルに会いたい。ベルバラ店に行ったら会えるかも。リアタイでマーガレットの連載読んでた私。へえ、ベルバラすごいよね、50年って。レジのタイム10分前。はーい、10分前。乾燥してるから接客中喉が痛い。あー、乾燥がね、ほんと今は。うん、
バレ約180点の原画がストーリーに沿って展示。面白そう。それは楽しみだ。最近の20代女子ベルバラもリオコさんも知らないのにびっくり。あーでも今ね結構そのベルバラの商品とか売ってるのにね。行きたい行きたい。こんばんはこんばんは。レジェンドタイムまだった。レジェンドタイムもう少しです。はあマミムメモあいうえをかきくけこさしすせそたちつてと何ぬねのちょっと何ぬねのがやばい。何ぬねのはひふへほマミムメモやいうえよラリルレロわいうえをマミムメモと何ぬねのが今日のうちに鼻づまりを大事にと思う方はグッドボタンよろしくね。電動バイクで全国を守る番組。へえ。バッテリーを充電しながら進む。へえ面白そう。思ってるよ深刻そう。鼻づまりがやばい。何ぬねのマビムメモな行とま行がやばい。加湿器置けばいいのに置いてくんない上司。自分で置いたらいいんじゃない。もうこの際空調の具合にもよりますがコンタクトつけたら吹き出し口気になります。なんかいろいろ乾くし人型の干物作れそうで気持ち悪いし。え、どういうこと。コンタクトつけてたら吹き出し口気になる。なんかいろいろ乾くし人型の、え、鼻声も可愛い。ありがとう。鼻水つらいから鼻マスクの下でこっそり鼻栓してる。鼻水垂れる。鼻水垂れ蔵君になっちゃう。グッドボタン押しました。ありがとう。前加湿器結構いいかもね。うん、自分のデスクのところにちっちゃい加湿器置くのとかあり。私も一応楽屋用にあの100均なんだけどあのさ水をバーって入れるだけでさあの加湿してくれる加湿器あるじゃん。あれを買いました、うん、自分だけ潤っちゃいましょう。うん、それがいい。部活というか年下の私が勝手にやると怒られそう。大丈夫じゃない。怒られてもよくない。寝て起きてる頃に鼻詰め治ってる。そうだね、起きると治ってて昼間も全然大丈夫。夜に連れてどんどん鼻が詰まっていく。ここ3日ぐらいひどいね。ペットボトル加湿器もある。あ、 USB 充電のやつあるね。あるね。うんうんうん、いろいろあるね。あ、月影つかささスープちょっとありがとう。ベルバラあまり知らないけど観光施設で働いてた時小さい時好きだった戦隊ものの悪役を演じた俳優さんが個人旅行で来てて握手した時は嬉しかった。見つけた時思わずあのバイオマンの悪い人ですよねって言ってしまった。笑顔でうなずいてくれた。優しい。いいね。いい思い出。チェリーさんフェアリーで購入したカバン使う使う。もちろんそう、あれに入れて持っていく予定。
一つは汚れてもいいディズニーバッグで、一つはフェアリーのバッグかな。チャミさん、もしファンの方がいたら声かけてほしい。うん、声かけてほしい。推しの YouTuber の方たまたま見かけたんですが、プライベート邪魔して悪いかなと思って、背中に応援してます、頑張ってくださいエールを静かに送りました。へえ、私絶対声かけてほしい。本番は結構お荷物になるんで。そうだね、1日目は特に持ってくもの、1日目と帰りとね、化粧品とか全部持ってかなきゃいけないし、カツラも今メンテナンスで持って帰ってきてから明日持ってかなきゃいけないし、あとは着替えとか、あと楽屋で履くクロックスとか、まあ、そういったものを明日一気に全部持っていくから荷物多いかな。2日目3日目はね、初日からだから千秋楽の前の日まではそんなに多くない、着替えだけ。レジェンタイム2分前。はーい、2分前です。あっという間。よし、では皆様、10月26日もボーバーもなく、ボーバーもなくボーバーもなく鼻が詰まっておりますけれども、終わります。今日はどんな日でしたでしょうかもうダメだ、口も回らなくなってきた皆さんどうでしたでしょうか。今日は巷の果てで楽しい日でしたけれども、晴れてたんでね、目もちょっとかゆいけど、鼻がもうなんか本当にやばいので、早く良くなるといいなって思ってます。皆さんも鼻づまり目のかゆみ、鼻づまりなどには気をつけてお過ごしくださいということで、もう間もなくレジェンドタイムになります。27日はね、私小屋入りになりますので、舞台に向けてしっかり頑張っていきたいと思います。皆さんも皆さんも素敵な一日になりますように、みんなで一緒に思いっきりレジェンドタイム楽しみましょう。さあ、それではいきますよゆらさんに聞こえた、え、皆さんって聞こえなかったさあ、それではいきますよ。レジェンドタイムまで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、レジェンドタイム、10月17日木曜日になりました。よいしょ、うん、皆さん今日も楽しくて元気で素敵な一日になりますように。せーの、あやはねまやレッツゴー、あやはね、みんなで一緒に、あやはねまや、ちょ声おかしい私の名前はあやはねまやレッツゴイエーイ、鼻詰まりがやばい今日も素敵な一日になりますように。ティン、鼻水が喉に降りてきて気持ち悪いイエーイ、あ、200人になった、やった、嬉しい、イエーイ素敵な一日になりますように。ティン、うん、12時になったと同時に鼻水がさ引けばいいのに。いえ、ありがとう。無理しないでこの調子のままは大丈夫だけど夜だけなんで本当に、うん、この鼻の調子はご安心いただいて、うん、もう一発鼻かんどくか、うん。
もう一発鼻かんどくわ。それでは失礼して。ああ、よし。ハッピーニューデイ、イエーイ。あ、えーちゃん、スーパーチャットありがとう。鼻詰まり飛んできありがとう。今鼻噛んだらだいぶね、鼻で息が吸える。ありがとう。今日のピンク似合ってる、ありがとう。あ、今日はなんか昨日よりひどいね。鼻水パラダイスだ。昨日は近づいてくる姫子さんに会いに電車に乗ってアベノハルカスたどつく夢見ました。いい夢やった、本当ありがとう。カウントダウンが198ララって聞こえた。鼻が詰まって、ズビズビのピークでマイムマイム歌ったら面白かうやつ。あ、次鼻が詰まってきたらそれやろう。鼻呼吸大事、ほんと。鼻声は辛いから、鼻詰まりって辛いよね。息がさ自由にできない。まああと30分ぐらいしたらね、今日は終わりますんで、ゆっくりしててくださいな皆さん。そう、ちょ、ひみこ、鼻詰まりのひみこなんないようにね頑張りますんで。稲刈りの影響で鼻がかり、うわ、私絶対さ稲刈りできないわ。稲刈り本当に仕事だったらやるけど、仕事でどうしてもやらなきゃいけないね、そのリポートだったらやるけど、すっごいひどいことになりそう、その日の夜とか。とうとう27日来たか。前日でございます、卑弥呼の前日です。はあ、頑張るからね、みんなよろしくお願いします。まだね、当日券はね前回出すみたいなんで、ぜひ。はあ、頑張ろう。昨日は迷わないように近鉄アート館に行って、その上でやってた北海道展で白い恋とゾロイズのポテトチップス爆買いした。いいな、この時間に食べようかと思ってる。もうロイズのポテトチップスは食べなよ、もう食べなって。ロイズのポテトチップは食べないと、食べなきゃ。呼吸は大事、呼吸は大事、呼吸法を極めないと柱にはなれない。水の呼吸、鼻水の呼吸、一の方。まだまだ先の気がしてたのに、もう目の前。いや、ほんとだよね、頑張らな、こっちゃん。まだまだ先の感じがしてたのに。今日帰ったら一旦、通し稽古の動画を見直して、振り返ってから寝ます。ロイズのポテトチップス、俺も好き、美味しいよね。ロイズのポテトチップス、ホワイトチョコの方がね、好きすぎてやばい。あれは好きすぎるがためにあんまり買わないようにしてる。もらった時にちょっと食べるぐらいしかしてない。自分で見かけたら本当に買いたくなるけど、食べたら太るって分かってるから、もうポテトチップスとチョコレートの組み合わせなんてもうさ最高じゃん。初めてお花を近鉄アート館にアヘナマヤ様で送るようにしたんで、初日の午前中に届くようにしたんですが大丈夫でしょうか。え、ありがとう、すいませんじゃないよ。
本当に初めてで心配です。ありがとう。ちょっと大丈夫かどうか私は分からないけど、そのお花屋さんとかの調子がね、分からないけど、今回お花受付してるので、受け取りとかは大丈夫です。で、フラワースタンドの場合は、楽日、千秋楽の日に回収されるようになるし、鉢植えの場合、ちょっと持って帰れるか分からないんだけど、何本か持って帰ったりしようかなと思ってます。ありがとう。嬉しいです、お花。感謝。全集中、鼻水の呼吸。鼻水呼吸できない。ホワイトチョコの食べたことない？ホワイトチョコやばいよ。白い恋人たち食べ放題。白い恋人も超おいしい。私は今日も食べました、白い恋人。あとちょっとあるからね。毎日大事に食べてる。ありがたいね、お花。緊張する。見る人たちが緊張するかな。 こんな毎日毎日私がさ、めっちゃ頑張ってるって言ってるからさ、 みんながなんかもう発表会の子供、ピアノの発表会の子供見る 両親みたいな気持ちで見に来てくれる。 食べても痩せる、今限定、食べ放題。こんばんは。今回迷わないように、はるかすの側にホテル取りました。本当ありがとう。こんばんは。気をつけてきてくださいね。ありがとう。ちよみさんのおすすめラーメンは、二郎系ラーメンがめっちゃ好きなのと、味噌バターコーンラーメンが大好きで、最近って全然行けてないけど、中崎町にある100年味噌の味噌ラーメン超大好き。また食べたい。お花受付してるとは聞いてたんですが、時間とか分からなくて安心しました。ありがとう。午前中着で大丈夫だと思います、初日の。どうか横向きで休んでね。上向くと寝られないからね。鼻炎薬して、点鼻薬して横向きね。これでぐっすりは間違いなしよ。ロイズのポテチ、気の前新じゃがのディティッタ、気の前新じゃがのディティッタ、おいしそう。チャミさん、喉の方は大丈夫？喉の方はまあ声聞いていただいて分かる通り、ちゃんとバッチリ大丈夫で、声はちゃんとね、出るんだけど、こう鼻からさ、降りてくるさ、鼻水のせいでさ、ちょっと苦しいので、しっかり鼻をね、ケアしたいと思います。声は出るんだけどね、息がさ、うまくできないと心配だから。 まあ今夜の時間帯だけなんで、多分今後も分かんないけど、怖いけど、薬ね、飲んでるから大丈夫よ。 寒いと味噌ラーメン美味しい。味噌ラーメン食べたい。濃厚な味噌ラーメンが食べたいな。縮れ麺のさ、濃厚味噌ラーメンにバターたっぷり、厚切りバターにコーンがいっぱい入った味噌コーンバターラーメン食べられるお店知らない？大阪で。誰か知らない？食べたいな。仕事残らないように頑張って片付けました。偶然にも仕事のオーダーが終わって、日曜日事業所そのものが休みになる予定となりました。他のスタッフに迷惑かけなくてありがたい。あ、そうなんだ、ありがとうね。味噌ラーメンならスミレが一番甘い。へえ。少しストレッチすると鼻通り良くなる。どうやってストレッチするか教えて。首かな。
ちぢれ麺見たことない。ちぢれ麺食べたい。ちぢれ麺の太めのちぢれ麺のコシのある麺の濃厚ドロドロ濃厚味噌ラーメンが食べたい。こんばんは。あ、こんばんは。アニョン、アニョハセヨ。想像しただけでよだれが出そう。食べたい。バター味噌ラーメン食べると口がカピカピになるけど食べちゃ美味しいよね。口がカピカピになったって拭けばいいのよ。チャミさん足骨折されてましたよね。今はどんな感じ？もうとっくに治ってる、うん、食べたいラーメンが具体的すぎる。めっちゃ食べたい。ただその私の理想の味噌ラーメンが食べられるお店がない。これはね、なんでこれが理想的な味噌ラーメンかっていうと、車屋ラーメンっていうね、チェーン店が関東にあるんですよ。北関東に。そう、車屋ラーメンの味噌ラーメンがそんな感じなの。縮れ麺の太麺の、太麺の縮れ麺の、濃厚味噌ラーメンのコーンとバタートッピング。元気ですか？もっと綺麗になりましたね。あー、キッポよー、カウサハムリだー。うん、鼻が詰まってるけど。コンムルだっけ？コンムルで辛いけど元気。味噌ラーメンは縮れ太麺ですよね。ね、ね、ね。12月で東京行きます。へえ、いいね。楽しんで。子供の頃地元のラーメンチェーン店でクリームラーメンっていう牛乳ベースのラーメンがあって大好きで、時々無性に食べたくなる。もう食べられないか余計に。へえ、クリームラーメン、うん、蔵前北関東じゃなくてもあるの？え、そうなんだ。私北関東の、なんか北関東の店だと思ってた。いろんなところにあるんだ、車屋ラーメン。車屋行きたい。いいね。愚痴になりますが、世話になっている社会福祉法人の職員さんが義務教育時代の同級生の配偶者と知りました。へえ。その方が同級生に自分のプライベートを話してるみたいで、ああ、地元では守秘義務ってあってないようなもんだなと思いました。法人にクレームしていいぐらいだよねこれ。へえ、それがなんかちょっとあんましよく分かってないんだけど、自分のプライベートを話してる、その方が同級生に自分のプライベートを見られてるってことで、守秘義務、プライベートを話さないっていう守秘義務がある仕事なのかな。ちょっとよくわからないけど、そっか、うん、風邪ひきましたか？いいえ、花粉症です。稲が最近チャミさんの配信見てから寝るのが日課になってます。ありがとう。、うん、車で行こう。車屋ラーメンとか昔 CM 打ってた。へえ、車屋ラーメン行きたい。私はたまに遊びに来ます。ぜひまた来てね。また遊びに来ますか。またね。チャルじゃよ。壁に貼ってあるポスターアップで見たい。じゃーん、これです。これ私です。ひみこ、10月28日からです。もうあさって初日。ひみこ役します。よろしくね。よいしょ。スーパー大谷などに出ていた麺道楽食べたことありますか？ないない。美味しいの？神奈川
川にも車屋ラーメンある。へえ、北関東だけじゃないんだ車屋ラーメンって。あ、山田うどんか北関東は。見に行きたいです。ぜひ。まだチケット発売中です。10月28日から30日まで全6回公演、近鉄アート館、近鉄アート館はアベノハルカスの8階です。下の説明欄から私のあやはねまや専用チケットフォームがございますので、そちらから応募していただけるとハッピーです。ぜひいらしてくださいね。完売の回が29、30の昼の回が完売ですけれども、当日券は出ます。ぜひ見に来てね。待ってるよ、待ってるから私、待ってるよ。今まさに卵小麦粉卵そばの入ったそばボール食べてる。ひみこ役のチャミさんを思い浮かべると美しいって言葉しか出てきません。頑張りますわよ。近接だとか戦いだと思って888危ない。8回です。こんばんは、こんばんは。もうあさってなの。まあ今日が27日だとして、明日なの初日。28、29、30日、もう後にも先にも初主演はこれしかないので、ぜひこの初めて主演をさせていただくっていう姿を見に来ていただきたいです。楽しみですわよ、頑張りますわよ。いやー、ほんとドキドキするね。そう、ウイング館の8階です。わかんない場合はインフォメーションのお姉さんに聞くのが一番早いです。待ってるからね、私かわいい。待ってるよ、みんな。見に来てくれるのを。ちょっと、どうしても全部の回満席にしたいの。まだ諦めてない。私、まだ諦めてないから。この配信またはチケットまで覗きますね。ありがとう。あ、でも、配信チケットの窓口はまだ載せてないので、どうしようかな、いつから出そうか。選手力終わってからでもいいかなって私正直思っちゃってるんだけど、配信チケットの案内。どう思う？うん。行かせていただきますわ。ありがとう。嬉しい。アベノはいろいろあって楽しそう。食べ物屋さんもいっぱいだし、観光スポットもたくさんあるからね。全然なんていうの、観光ついでにいかがでしょうか。私の後ろの席の方、今のうちに謝罪しておきます。なんでなんで。大丈夫だよ。多分ね、来たことある方はわかると思うんだけど、本当に見やすいから、アート館は、どの席も。その前の人が結構大柄の方とかでも、こういう風にしなきゃ見えないようなことには多分ならないと思うんだよね。そんなに、見えにくい席がなくて、とても快適に見られると思いますけどね、どうだろう。公演終わってからでいいかな。ね、公演終わってから案内しよっか。いや、本当は初日の前日とか、まあ今日とかかなと思ってたけど、やっぱり諦めきれない。チケットをもうちょっと売りたい、なんとか。まあおかげさまでね、ガラガラっていうことはなくなりまして、本当に一番チケット席が空いてる日も三角になってたので、まあ、そこそこ全部客席埋まった状態だけど、超満員みたいな日は、じゃない、超満員みたいな会は2回しかないんで、あと4回をなんとかね埋めたい。エレベーター降りたらチラシが貼ってあった、ありがとう、見てくれて。チケット買ってから今か今かと待ってたけど、いよいよ次の週末になった、楽しみ、ありがとう。
それでよき、ね、そうだね、そうしよう。あー楽しみ、うん、終わってからでいいね、そうしよう。千秋楽の日の夜に案内しよう。私は巨人なのでかなりお邪魔してしまう。大丈夫大丈夫、多分本当に近鉄アート館は、え、大丈夫だったよね。近鉄アート館来たことある人、前の人とのね段差も大きいし、見やすい席、全部見やすいと思いますよ、うん、あとはポイントとしては、まあ、こう背もたれにちゃんとね背中をつけてみるっていうところですかね。前の人、後ろの人にご迷惑ならないようにするには。チェミさんのありがとうが可愛すぎ、ありがとう。あ、このシューちゃん柿美味しかった、食べ終わっちゃったけど、とっくの通り食べ終わっちゃってるけど、柿美味しかった。シューちゃんめっちゃ甘い、今年もほんと。シューちゃんのパパによろしくお伝えください。今年6個もいただいて、ゆらさんにもお裾分けしました。ありがとうしゅうちゃん、美味しかったわ、よかった、ありがとう。めっちゃ甘いわ、ほんとめっちゃいい柿だよこれ、うん、ありがとう。こんばんは、こんばんは、うん、鼻が詰まりまくってるの、しゅうちゃん助けて。段差ある、うん、段差結構あるイメージ、見やすかったね。近鉄アート館は多分見やすい。美味しい大衆柿をハンドできるお父上をお持ちのしゅうちゃん、そう、めちゃくちゃ甘かった、本当にずっと甘いって言いながら食べたわ。すんごいでかい本で、こんぐらいお腹いっぱい、2個分ぐらいある1個で。仕事のメールなど夜何時までなら返しますか？仕事のメールか、私に仕事のメールって直で来ることってもう結構こう、例えばゆらさん経由だったり事務所経由だったり、あとはもう個人でやり取りできるレベルの信頼関係がある人たちとの LINE とかが多いから、それはもう来た、気づいたらすぐ返す。でたまにその DM だったりとか、私で直接メールが来ることって随分、名刺とかにも、私さ名刺ないし、基本的に名刺にもメアド書いてないから、あったとしてもそのわけわかんないところから仕事のメールとか来ることがないからだけど、そうだな、私はまあ見たらすぐ返すかな、うん、その営業時間とかないしね、うん、今日はラストまでいたいけど10円でやばい、お休み休み無理しないで、あっという間に完食。いや1時間かかったよ食べるのに、柿甘くて美味しかった、うん、職場の卓上に貼り出していた卑弥呼のリーフレットがなくなってた、取られた、え本当？そんなことある？誰か見に来てくれるのかな、うん、ありがとう貼り出してくれて、失礼しました、今返したら常識外れかなと迷った。来た時間による、例えばその夜中に来たメールだったら絶対その人起きてるからさ、自分も別に起きてたら返すけど、関係性によるんじゃない？この時間に返すのが失礼と思う人の相手なのであれば翌日の朝の方がいいし、もうすぐ返してあげた方が親切って思うような相手ならすぐ返せばいいんじゃない？
私わかんないからさ、あんまりそのすごいコミュニケーション能力高い方じゃないからさ、わかんないけどそういう感じかな。難しいよね、そういうのってね、気使うよね。でもさ、自分だったらって思ったらなのね。私いつも自分だったらって思うからさ、ダメなんだけど、私が夜型だからさ、別に夜中に LINE とかメールとか来ても、例えばそれ寝てたら返さね、朝見るし、今時さ、なんかメールとか LINE が夜中に来て飛び起きるような音でさ鳴らす人っていないじゃん。だいたい多分音消したりして寝てるじゃないですか。だから夜中にメールとか LINE とかしても、よっぽどじゃなければ起きることってないと思うの。だから次の日チェックしてくれるだろうって感じで返しちゃったりするかも、別に普通に。どう、みんなちなみにどう？わかんないな。私また特殊な仕事だからね。だいたい夜中に失礼しますって書いて誰にでもメールしちゃうタイプだから、私思いついたら、でよっぽどって思ったら次の日にするようにしてるし、世の中なんか通知オフにしてるし、メールは基本いつ返しても別にいいと思う。そうそう、私もそう思う。電話とかじゃなければね。ほんと業種とかにもよると思う。私5年くらいまで本当にほとんどの人土日休みって信じてなかった。もうちょっとちょっと多いくらいやろって思ってた。なるほどね。業種によるよね。でもそうそうそう、メールも LINE も別に何時でも、そうそう、私よくやっちゃうのが、チラって見て、忙しい時にチラって見て、後で返そうと思って消しちゃって、そのまま返さなくて後になって気づいて、あ、すいません返すの忘れてましたっていうパターンがたまにあるの。それよりかはもう見て、取り急ぎでも何でも、もう言葉遣いとかもさ、ある程度丁寧だったらいいやっていう形で、急いでも取り急ぎこうですって返すだけでもしといた方が安心。私は特に忘れちゃったりするから。1時間前にメール来てるけど無難に朝にします。ああ、まあそれでいいんじゃない、自分が良さそうな時間に。働いた時は23時過ぎたらそういうやり取りはやめるようにしてた。なるほど、まあ人といい業種による、本当に。休みの日はすぐ返す。それよくある。そう、そうよくあるの。私返信し忘れ、そうか、とりあえず急いで見たら返すタイプ。まあ人によるかな。この辺は難しい問題ですな。さあ12時半になりましたね。鼻も詰まってることだし、お風呂入って鼻をスッと通してね、鼻炎点鼻薬をして寝たいと思います。明日も元気に、場当たりなので明日はゲネプロもあるので頑張ってきます。いよいよ卑弥呼が明後日です。まあ明日か、28日からです。まだ皆さん迷ってる方いらっしゃったら、下の説明欄から、あやはの前は専用チケットの方から、2回完売会出てますけど、他の回でまだもうちょっと空いてます。残りわずか、もうあと本当に残りわずかだよっていう回が2回ぐらいあって、あと2回が三角なんで、まだちょっと席あります。ぜひいっぱいにしたいのでよろしくお願いします。ガンバやで頑張ります。本当にみんな本当にいつもありがとう。楽しい配信ありがとうございました。ありがとう。オディージニニイリギティ、鼻を
鼻をスッと通して寝たいと思います。明日も配信いきます。来てね。また明日会いましょう。いつも本当にありがとう。しゅうちゃんもありがとうね。柿美味しかった。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。ありがとうね。ゆっくり休んで力つけて頑張る。うん、頑張る。柿も食べたし元気満々だよ。頑張ります。うん、おやおそしゅうちゃんしゅうちゃんの多分今ゲームしながら書いてくれてるのか、寝そうになりながら書いてくれてるのか、どっちかの5時だね、これはね。かわいいね。ありがとう。うん、頑張ります。おやすみみんな。また明日。いつも本当にありがとう。鼻が通ってぐっすり眠れますように。うん、お風呂入ってね。お風呂入ったらちょっと一回鼻通るんで、その勢いで点鼻薬して寝ます。おやすみみんな。ありがとう。また明日。バイバーイ。いつもありがとうね。